皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ボクセルタイ君、実況始めます。前回我々は研究ツリーの最後を飾る、コンピューターの研究をついに開始、研究ツリーのコンプリートがいよいよ目前に迫りました。研究進めるのに4つも商品が必要だし、どれも作るのが面倒いのばかりだし、おまけに種用が必要なもんだから、生産ライン作るだけでもむちゃくちゃ大変だったのよ。しかもそれでいてこの研究、何かがアンロックされるわけではありません。いわば研究ツリーにおけるトロフィー的存在、自己満足と言ってもいいものなんですよね。マジに一銭も儲かんないしね。しかし研究ツリーを見ればコンプせずにはいられない。それがシム系プレイヤーの悲しいさがというものです。まあ率直に言ってまぞよね。さて18年目も半ばを超えた我が社の状況ですが、現在の評価額は129億円。年初からほとんど変わってないのね。ひたすら最後の研究で使う生産ラインを作ってましたからね。その間売上に貢献する仕事は一切していませんでしたし、減っていないだけマシというものです。せやな。で、最後の研究も始まったばっかりだし、しばらくは生産ラインを見ながらメンテしてくお仕事なのよね。そうですね。早速鉄板の供給が足りずに回路の生産が止まっています。車両を追加して鉄板の供給量を増やしましょう。鉄板を輸送する車両を増便。最後の研究は単に4つの商品が必要というだけではなく、それらの商品を生産するためにも多くの部品が必要になります。今は鉄板がボトルネックになっていますが、鉄板の供給が足りるようになればまた別の部品が足りなくなる。そんなボトルネックスパイラルに陥ることが予想されます。それを手当たり次第潰していくってことなのね。とにかく大量の商品が必要なので時間がかかります。その間にもいい感じの需要があれば対応していきましょう。最後の研究だけに時間がかかりそうなのよ。鉄板の供給を増やしたことで早速供給強化が発生。最後の研究では回路が最も大量に必要です。いくらあっても多すぎるということはありません。電子アセンブラーを増設してさらに研究を加速しましょう。これだけ増やしてもまだ足りないとか欲しがりさんなのね。鉄板の供給量が増えたことで、今度は回路のもう一つの材料である円空間の供給が不足する結果となりました。生産停止ムではよく見る光景。こちらも電子アセンブラーを増設。鉄板の供給量に見合うだけの真空管を生産できるように対応します。そして再び鉄板が不足。このイタチごっこときたら。そこで現在飯山に鋼鉄の延べ棒を輸送している車両を改装。延べ棒を運ぶ貨車は全て鉄板の輸送に転用します。延べ棒って取引先に運んでんじゃなかったっけ。その取引については大胆にリストラ。こうしてまた倒産の浮き目に遭う取引先が一人。研究の途中ですがいい感じの需要が発生。石炭の産地俵元で石炭の取引ができます。早速炭鉱と道路をつないで輸送を手配。輸送するトラックは1台で十分でしょう。最初の頃は3、4台でも需要を満たせなかったのにね。スピードも積載量も初期の車両に比べれば段違いですからね。それに原料の輸送はあまり儲かりませんから。研究が終わるまでの暇つぶしってところね。そうこうしているうちに19年目が終了。我が社の評価額は167億円に到達。この時点で最後の研究開始から約1年半が経過。しかし研究の進捗はまだ半分にも達していません。予想はしてたけどめちゃくちゃ時間かかるのね、この研究。そして次は木製フレームの材料である鉄の部品不足が発生。鉄板を輸送する貨車の一部を鉄の部品に変更してこれに対応。あっちを立てればこっちが立たずで、なかなか生産ラインが安定してくれないのよね。さらにガラス板やガラス管を製造する合金製錬炉の燃料である石炭の不足が発生。俵元から石炭を輸送する列車を更新。機関車と貨車を最新化&増設。石炭を生産する炭鉱の数も増やし、積み込み時間短縮のために駅地下に倉庫を設置。列車が往復するまでの間に積み込みに必要な量を常に在庫できるようにしておきました。こうなると妄想力戦ね。そして20年目が終了。我が社の評価額は192億円と200億円突破目前。この時点で最後の研究は進捗率で7割程度。いろいろと手は打ってるけどなかなかスピードアップできないのよね。この状況を改善するために駅の建て替えを断行。車両に対してホームが短いと積み下ろしに時間がかかるため、鏡石から飯山までの3駅全ての駅を建て替え、全てのホームを延伸して積み下ろし時間の短縮を図ります。これも全て研究のため。利益は一銭も生まないのよ。駅地下に建てた配送センターが邪魔で建て直しに苦労しました。
このためだけに引っ越しした配送センターもあるしね。その後は順調に研究が進み、暇を持て余したので、雑に作って放置していた木材構造を微修正、車庫を撤去して丸の小判を増設して、慢性不足となっていた木製梁の供給を改善。ことのついでに同じく慢性不足に陥っていた木製フレームについても修正を敢行、周囲の環境を整理した上で、1軒だった木工所を2軒に増やして増産を達成。そして研究ツリーのコンプ目前で嬉しいお知らせ、鏡石の人口が5000人を突破してステータスが大都市になりました。卵売りは完全に置いてかれちゃったのね。後半はまさに鉄が主役でしたからね。まあ当然でしょう。本社を鏡石にしとけばよかった後悔。気持ちはわかりますが所詮結果論。そしてこれが現在の鏡石市庁舎。最初の村役場全とした面影はもはやどこにも残っていません。周りの建物もビルばっかりで、最初の頃の建物は全部建て替わっちゃったのね。都市のステータスで役場の建物も建て替わること、しばらく気づかなかったんですよね。意外に細かい演出に凝ってるのよね。そして迎えた22年目の1月20日。ついに研究ツリーの最後を飾るコンピューターの研究が完了。ゲーム内時間22年間での達成となりました。おお、こんな感じでクリア演出が一応あるのね。あくまでトロフィー的な研究項目ですからね。おそらく何かしらの演出があると思ってはいましたが、やはりこれを最後の研究にしたのは正解だったようです。評価額は226億まで伸びてたのね。なんだかんだと売り上げを増やしてましたからね。そして手持ち資金は160億の豚積み状態。研究が終わるのを待ってましたからね。使い道が少ないんですよ。ちなみにプレイ時間は27時間とありますが、動画の外での試行錯誤ややり直しプレイも合わせた総プレイ時間はおよそ45時間となっております。研究ツリーをコンプすることを目的にしても、このくらいの時間は楽しめるってことね。で、一応最終目標的な何かは達成したわけだけど、これってこの後もプレイは続けられるのかしら。プレイについてはもちろん継続可能です。本作の特徴は無限生成されるマップですから、研究でアンロックされた施設や車両を駆使してどこまでも自分の物流帝国を拡張することが可能です。そしてここでお知らせがあります。4月から投稿を始めて今回で24回目を迎えた本シリーズですが、今回で一旦終了させていただきます。今言ったようにこの先もプレイを続けることはできるんだけど、あとは物を作って運んでの繰り返しでちょっと動画的に映えないのよね。ぶっちゃけて言えば資源を浪費しすぎてしまって、最初に手をつけた木材と鉄、石炭についてほぼ底をつきかけているというのも理由の一つですね。このゲームって資源の上限とかあんまり気にしてなかったけど、終盤になって一気に足りない感じになってた気がするのよ。時間が経つほどに消費量が増えていくところで、最後に今回の研究がとどめを刺す感じですね。資源の上限を気にせずにプレイしたいという方には、 Steam に資源無限モッドがリリースされていますので、それをご利用されることも考えた方が良いでしょうね。まあ我々は結局バニラでここまでプレイしてきたのですが、少なくとも20年程度なら問題ないってことなのね。さて、それではシリーズの最後として本作の総括でもしましょうか。本作、ボクセル対空は今年の4月15日にアーリーアクセスがスタート。ここまで1ヶ月ほどプレイして、研究ツリーのコンプまで行き着いたわけですが、感想としてはいかがなものでしょうか。そうね、ご主人様これまでこういった交通系のシム作品って、フリーのオープン TTD くらいしかプレイしたことがなくて、あとは動画でトランスポートフィーバー2の実況見たことがあるくらいだったから、やっぱあまり経験のないジャンルってのはやってて面白いのよね。今回鉄道の信号機なんかも使ってみて、いろいろ苦労したけど思った通りに動かせるまでの過程がすごく楽しいのね。あとはやっぱりこのボクセルなデザインがいいのよね。このゲームって今年にアーリーアクセスが始まったバリバリの新作なんだけど、同じジャンルのトランスポートフィーバー2みたいなリアルなグラじゃなくて、このボクセルなデザインもあってどちらかといえば、オープン TTD みたいなクラシックな雰囲気が強いじゃない。好き嫌いは分かれると思うけど、個人的にはすごく気に入ったのよ。品質的な面はどうでしょうか。そうね、さっきも言ったようにこれまで45時間くらいプレイしてきたけど、データが壊れたり進行できなくなるようなバグはなかったのよね。その点では品質はしっかりしてると思うのよ。ただこれまでも何回か言ったと思うんだけど、とにかくチュートリアルが全然プアで、おまけにヘルプも全然まだ書かれてない状態だから、いろいろと試行錯誤しなきゃいけない場面は結構あったのよね。このあたりは多分製品版までに改善されると思うから、手探りでお試ししながらプレイするのが苦手な初形はそれまで待った方が無難かもしれないのよ。まあ手探りで進めるのもアーリーアクセス作品をプレイする魅力の一つですけどね。そうね、ご主人様はそこも含めて楽しめたのよ。で、そっちは感想とかどうなのよ。そうですね、この作品についての特徴ですが、
先ほどマスターが言ったボクセルなデザインというのがまずありますが、それに加えて交通シムに生産シムの要素を加えた点がありますね。この作品で作ることのできる生産ラインは、例えば生産シムの代表であるファクトリオや、以前プレイしたダイソンスフィアプログラムなどの作品に比べれば、非常にシンプルで単純なものです。レシピも簡単な内容ですしね。しかしそこに交通系シムの要素が絡むことで、非常にハイブリッドな楽しさを持つ作品に仕上がっていると思います。ただ物を目的地に運べば良いというわけではなく、そこに加工と生産という工程が差し込まれ、さらにそのプロセスの詳細を生産ラインという形で管理することで、他の交通系シムと比べても全く異なる楽しさと難しさを実現できている、そんな作品と評価できるでしょう。今後は船や飛行機などの輸送手段も実装が予定されているそうですし、ますます楽しみな作品になると思いますね。あとはモッドについてですね。本作はモッドを厚くサポートすることが公式からも宣言されていますが、それを裏付けるように Steam のワークショップでは、すでに多くのモッドで賑わっている状態です。中には新しい研究ツリーや車両を追加するモッドなどもあるようで、正直正式版のリリースを待つまでもないんじゃないかと思えるほどです。今回で実況は一旦完結しますが、今作は今後もプレイするつもりなので、次はモッドを入れて改めてプレイしたいですね。この動画では完全にバニラな状態でプレイしてたしね。私の感想としてはそんなところですね。お名残惜しさは尽きないけれど、これでこのシリーズも終わりなのね。これまでご視聴いただき誠にありがとうございました。また多くのコメントやアドバイスをいただけて非常に嬉しく、そして参考にさせていただきました。重ねてお礼申し上げます。現在他の作品の実況動画も投稿中ですので、そちらもご覧いただければ非常に嬉しいです。それでは、株式会社ご主人様、その本社ビルをバックに眺めつつ、本シリーズの締めとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。